そうですね。ちょっとわからないんですけど。大丈夫です。さっき閉まってなかったわ。さっきでも、見張りがなんか回してる時のモードで。出た。はい。そのまま映っちゃうのか、うん、今そこに映ってるだけなのか。こんにちは。おはようございます。2つ目のパートで、チュートリアルというのを2つ目のパートとしまして、海遊館のジャンプテックの山田空気から紹介させていただきました。だいぶ緊張してしまっております。声小さいのでマイク使わせていただいております。それでも聞こえなかったらぜひ、ぜひというか、文句を言ってください。私の方はですね、エナリエル先生の、明日の午後のパートになると思うんですが、トロピカルサイクロンクイーンなチェンジングクライメットっていうタイトルの部分の、チュートリアルの話をすると考えております。一応エマニュエル先生が話しそうな話を自分なりに考えて作ってきたんですが、実は昨日、スライドを横流ししていただいて確認したら結構違うなっていうふうに思って確かめたところがいくつかあったりします。で、紹介させていただきたいと思います。で、最初に私を初めて見た人間がたくさんいらっしゃると思うんですが、私は普段ですね、ジャムステップの日韓グループに所属しておりまして、電球非正規モデルの日韓っていうのを使って台風の中台風の将来変化っていうのを調べております。で、これその、僕らが行っている日韓を使った電球シミュレーションの一つの絵なんですが、こんなふうに雲が流れている様子が映されております。で、この辺り見ていると、台風が発生したりします。これが、これそのものは将来実験の結果なんですけれど、こういったところに台風が出てきたものを現在と将来で比べてどのような変化が生じているかということを調べております。で、私はこんなことをやっておりまして、で、今日の内容なんですけれど、重いですね。最初にこの話は実はあまりエマニュエルこのスライドの中に含まれてなさそうだったんですけれど、台風の将来変化の全体的な話を紹介します。で、かなり時間も限られておりますので、かなりざっくりとした話となっております。で、より包括的な話に関しては2014年に後ろの方に座っていらっしゃる藤井先生がこう講演をされておりまして、そちらの方を勉強していただけたらなというふうに思います。発表の動画とかもアップロード、こちらのページにアップロードされております。最適なページですね。で、この温暖化の話をするんですけれど、これに関してエマニュエル先生が独特のダムスケージテクニックっていうのを開発していて、それを使って将来変化という議論をしています。そういった話もこれ特に、おそらく明日の話もいくらかちょっと直接は出てこないようにも見て取れるんですが、このテクニックの話は使った話は出てきていると思いますので、こいつを紹介したいと考えております。では最初にこの、台風の将来変化の現代的な話というのを紹介していただきたいと思います。で、これ皆さんご覧になった方も結構いらっしゃるかと思うんですが、こちらは IPCC の AR5 の台風の将来変化のまとめの1枚の図にまとまっているものとなっております。それぞれいくつかの解剖に分かれていて、電球的な変化がどうか、半球ごとにどんな変化しているかっていうのをまとめたものとなっております。で、これいくつかそれぞれの四角が解剖ごとの変化だったり電球の変化を示しているんですが、横にこの四角の中に4つグラフがあるかと思います。で、これ左から順番に1234で番号を比べているんですが、こちらのものと対応しています。台風の電球的な台風の発生数がその中でも強い台風の発生数で、あと3つ目に、台風の強度で、最後に台風の2と同じ降水っていうのは、こんなところが、この、AR5 と言われているものには求められております。で、
まあ、その話をこれからちょっと、まあ、ざっくりと実は紹介していきます。で、より、まあ、これ、AR5 って2013年の研究なんですが、それをここから前にいろいろと研究を進めております。で、その内容をいろんな分野があるんですが、そういったところを東京大学の佐藤先生や藤井先生から、気象研究所の藤井先生から情報をいただいて、そのあたりも多少アップロードした情報を載せて紹介したいかと思います。で、まず最初に台風の頻度ですね。頻度っていうのは、まあ少なくともその AR5 の時点では、まあ、全球的に減少が、全球的っていうのはこの、まあ、地球全体で台風の年間発生数がどうかあるかってことを言ってるんですが、まあ、全体的に減少する。この一番左側のこのちょっと後ろの方は見づらいかもしれないんですが、このとなってます。で、ただこの台風ごとのバランスは非常に良いと。で、またこの、まあ、減少する、変化しないから減少するっていうような感じで、幅も大きいことからこの角度は高く、十分に高くはないというふうに言われておりました。で、まあ、そんなことになっていたんですが、これが、そういった不確実ではあるにしても、その減少する理由っていうものをいくつか考えられておりまして、こんな3つの仮説が挙げられております。このあたりは多分エマニュエル先生の話とは、まあ、関係ないんですが、大事な話なので、ちょっと簡単に紹介します。まずその気候モデルで、これは、アップアドマスグラックスの、ハイターハイブリセットというふうに書かれていたんですけれど、気候モデルで、その絶対流マスグラックスが減少するというのがラバスコな結果であるというふうに知られています。で、これが減少することが台風の特性に、フェーバルなコンディションを作りますので、まあ、減少するだろうというような、すごくざっくりというと、そのような話になっています。で、さらに、その台風のマスグラックスの割合、台風のマスグラックスが地球全体、その熱帯魚のマスグラックスに占める割合は一定であるというふうに仮説を置いて、温暖化した時に、まあ、この後紹介するんですが、強い台風が増えることによって、台風に伴うマスグラックスと、このマスグラックスと台風の強度が、まあ、それとは別でちょっと見てみると、マスグラックスの量、台風に伴うマスグラックスの量は台風の強度に伴って比例するような関係が見られましたので、まあ、将来強い台風が増えるのであれば、全体に占める割合が一定なんだったら、強い台風が増えたら弱い台風は減るだろう、まあ、全体としては減るだろうということが考えられるということです。で、あともう一個は、こちらはサトレーションデフィシットっていいますと言われてまして、ベンチレーションインデックスと言われる、その中層へのシアのことを考慮して、中層への換気の輸入だとかを考慮して、こいつが強くなると、台風が弱化するというようなところから、電子ポテンシャルインデックスとか、そういったものに取り入れて、まあ、その変化が対応するというような話を今しているものとなっております。で、次に、ちょっと乱れすぎで眠くなってしまうかもしれないんですが、非常に強い台風の頻度なんですが、こいつは、まあ、変化しないか、あるいは増加するというような経過が言われています。で、この、すみません、さっきちょっと言い忘れてしまったんですけど、こちらに、なんか、この0から 25% 程度増加というのが書いてあるんですが、これはこちらの論文そのものだ、こちらのその AR5 の報告書そのものではなくて、ウォルシュさんという方が、この、論文の話をまとめてくださったので、その中で、まあ、数字を書いてくれていたので、その数字をここに載せています。で、ちょっとここから何パーセントって読み取るのは非常に難しいんですよね。なので、まあ、こちらからお借りしています。で、まあ、ここでカテゴリー、非常に強い台風というのをカテゴリー4とか5って言ってるんですが、ざっくり言うと、風速で強さ階級を分けて表現しているんですが、風速が60メーター、1分間平均風速の最大値が、生涯最大値が、59メーターパーセント以上のものを、カテゴリー4とか5というふうに、非常に強い台風として呼んで、この中のメトリックスに含めて、増加するか、増加するかというのを見ていきます。で、これなんですが、この、量は、非常に強い台風って年間で実際どれぐらいあるのかっていうのを見ると、こちらの、まあ、ちょっと赤と青を入手していただいて、黒い線を見てください。まあ、こんなふうに、これ横軸に風速、最大風速を書いてあって、縦軸に頻度を書いた、まあ、PDF を書いてます。ヒストグラムの、強さ別のヒストグラムを示しています。で、これ1979年から2008年のテストトラックのデータが作っているんですが、例えば、先ほどその59メーターパーセク以上の台風って言ったら、多分大体この辺りから、右側が非常に強い台風となるんですが、こいつの割合は大体15、全球では 15% 程度になります。なっていました。で、
でこれ、まあ、電球では 15% で、例えば米国、これがどれぐらいあの災害に影響を与えているかっていうのをあの調べている人がいまして、これだとあの電球なんですが、ね、米国っていうつまりは、太平洋や東太平洋ということですね。そういったところでは、まあ、あの米国の周りの海域ではその 6% 程度がこの非常に強い台風というふうに言われております。でそのただこの 6% 程度に、あの発生頻度としては 6% 程度にしかとどまらなんですが、その被害に与える影響としましては全体の50%半分以上を占めていたということで、まあ、非常にインパクトのある現象であると、まあ、あの比率としては少ないけれど無視はできないというような現象となっています。まあ、でこういったものが研究的にはちょっと増加する傾向があるということが知られております。非常に見づらいですね。60よりも右側で、ですね、で次にあの台風の強度、これもそのまま増加って書いてあるんですけど、こいつは、まあ、あの先ほど の, あの伊藤さん のお話にあったそのミシーとかそういった話と関連します。でこれは、まあ、増加するって言われてます。これは、まあ、海面水量も増加するっていうことと対応するのかなというふうに考えられます。でこれあの、まあ昔自分でこの先ほどの隣の先生の1986年のペーパーで、まあ、あの先ほどの式この式そのものですからちょっと覚えてないんですが、この1986年の式を、まあ、のペーパーを、まあ、自分で何か追っかけてたことがあって、それで作った図があったので、ちょっと、まあ、再利用しようと思ってた図となっています。で何かっていうと、まあ、あのちょっと先ほどの式よりかなりごちゃごちゃしてしまってるんですが、まあ、要はその海面水温や、さっきその、ちょっとあのごまかしされているような現象になるって言っていたアウト T アウトっていう量が含まれているんですが、そういったものから、海面水温がこの程度だって、横軸に海面水温を取っているんですが、海面水温がこの程度だったら海面中心、マキシマムポテンシャルインテンシティですね、こういったものがどれぐらいまで発達しているかというものを見ている、気圧が低下しているかというものを見たものになっています。例えばあの青い線、これ線が何色かあるんですが、これはあのアウトイアウトの感度を見ているということになります。まあ、この感度はもちろんあるんですが、海面水温が上がればあのより台風が強くなりうるなということがここから分かるかと思います。で、まあまあまあ、なので、まあ、温暖化する海面水温が上がったら、強くなるというのは、まあまあ、そういうものも正しいのかなというふうに考えられるんですが、でもやっぱそこに対してもそのいろいろと議論があったりします。まあ、このように増加するとは言われているんですが、今日ここがかなりあれメドレーになってしまうんですけれど、この台風が通過するときに海面水温の低下が起こることが知られているかと思います。その効果が多くの全球モデルでは含まれていないです。でなのでこの将来増加が強度が増加するっていうのはこのちょっとこれはその効果が抑制されてしまうんじゃないかというようなことがまず言われていたりします。一方でこんなことを言われていたんですが、もう少し1年後ぐらいにはこれ一通りが出てくるんですけど、台風通過時にその雨が降ることによって海水のフレッシュウォーター化が起こります。そうすることによってこの効果が下がって、この何ていうか台風の強化を弱める効果を抑制するというような、なんか打ち消すような形で働いて、結局強くなるんじゃないのかというようなことが言われていたりするというような研究もあったりします。で、まあ、こんなこともあったりすれば、まあ、見ていきます。で、次に4つ目のメトリックスとして使っておりました、台風に伴う降水に関してなんですが、こいつはもうかなりラバストに増加するといわれております。で、こいつはもうこの温暖化による水蒸気の増加の影響というのがよく考えられて、でまあ、これまでに紹介した頻度とか非常に強い台風の頻度とか、その強度の変化というところよりもよりその、角度が高いんじゃないのかというふうに言われております。具体的に見てみると、これある研究の事例を持ってきたんですが、ニットさんの2015年のペーパーで、青い線が、現在気候、赤い線が将来気候で、台風の中心から半径方向に追いかけ平均した降水の分布を示しています。
ご覧の通り赤い方が増加しているということが出ております、まあ、このように、まあ、多くのモデルでこのポイントが報告されております。でここまでが一応その PR タイムで表でまとめるが一番目が出ていた話なんですが、ここからもう少し別の今後こういったことも見ていくだろうというようなことを他のメトリックスも少しだけ紹介します。それはここの台風で強くなる、弱くなるっていうのは、なかなか言うの難しいと思うので、はい、今日は頻度の話になっています。はい、こっちは、この強い台風の頻度が増えるということを見ていて、こちらは平均的な強度が、見てるものとしては、強いものが増えているということについて、これはその強いものとかこだわらず限らずに平均的な強度が増加しているか変化しているかということを見ているので、ウトさんは別のものだと考えています。PDF の形が変わるということですか。強いものには、そうですね、そういうことになります。PDF の形状が変わるということですね。で、だいぶだらだらと話をしてしまっているんですが、こういった、ここから紹介するここまでの話ももちろんその台風に伴う災害リスクというところには非常に影響あるところだと思うんですが、ここから経路だとか移動速度や大きさや高波っていうものはよりリスクという意味では重要なパラメータになるかと考えられます。で、まずこのでただこの辺りのものはかなりコンセンサスが取れていない状態で、多くのモデルはこの将来変化に注目した研究というのはあるんですが、このように羅列することができます。ただこの変化というものをその定量的にどうかというところを評価するところも難しくて、なかなかまだこの辺りが今後の課題なのかなというふうに考えられていたりもします。あとただこの、台風の経路というのは非常にその現在気候でそれが現実的に再現されているかというところが非常に大事なところですので、そいつが表現されていないと、それが将来変化としても何を見ているんだかよくわからなくなってしまうので、そういったバイアスを取り除くというところが非常に大事なのかなというふうに考えられています。で次に、すみません。はい。ここでいう台風の移動に関するコンセンサスがないっていうのは、台風の移動がサブハイの位置とか強度でほぼ決まるとすると、だからサブハイの予報将来の、位置とかっていうのがよくわからないっていうふうな理解でいいですか。うーん、そういう意味ではここに部分的には似たようなことを言っているものがあるんですが、例えば中央太平洋で台風が発生させるという話だとか、この国立の、この国立の日付変更線付近の形になるとか、こういったところは、これってあとの原因上的な変化と対応していると思うんですが、そういったところでは、この変化が例えば、今見ているか、まで質問くらいになってないですね。そういった結果がモデルにごとによって高騰が違うというところがあるかと思います。あとこの見方、障害変化の条件というところも全部同じというわけではなくて、なので、そういったところは切り分けてきちゃう、ちゃんと比較しなければいけないのかなというふうに考えています。わかります。で、今この経路というのを紹介したんですけど、こいつがその移動速度が将来どう変わるかってことも最近、つい去年ぐらいに、ペーパーが出ているんですが、こいつはむしろ最近のベストトラックでその、台風の移動速度が減少しているというようなことが報告されています。でこういったところも、将来どうなるかというのはまだ、先ほどのバイアスの話をちょっとしてもらいたいんですが、そういったところと影響を受けると考えられるんですが、まだよく分かっていない、今後調べられていくところかなというふうに考えていたり。で、台風の大きさで、あとその、この台風がどうっても強風域がどれぐらい広いかということが、
被害に向き合っているところに影響すると思うんですが、そういったところも最近、これまでは多くのそれほど見られていなかったんですが、最近いくつか見られるようになってました。実はここが自分の好きなところなので、話をしたい気がするんですが、ちょっと置いた飛ばします。で、最後に、高波です。ストームサージです。でまあ、これも、まあ、多少的なところよく分かってないというところなのかもしれません。ただ、防災研の、森先生の取り組みとか、こういったところは見てるのかなというふうに思うんですが、まあこうまあ、もちろんその、ただ、これでも今後、見られていくところなのかなというふうに考えられます。で、昨日、その、エマニュエル先生の資料を見ていたら、どうもこのストームサージの話を結構してるなという感じだったんですが、ちょっと、これ、全然フォローしてなかったので、困ったなというところだったんですが、まあ、出てくると思います。で、これを見るにあたって、台風がどんな経路を通るかということだとかを必要になるんですが、それが今後、後で話す情報がちょっと絡んでくるかなというふうに考えています。で、まあ、今、言ってきた、まあ、ちょっと、まあ、だらだらと見てきてしまったんですけれど、まあ、まとめるとこんなふうになります。で、上の4つは、まあ、減少したり、増加したり、増加ってなってて、まあ、ただ、その、まだ角度は十分高くはないというような状態なので、となります。で、こうしたは、まだ、最近、研究された、まあ、いくつかポツポツと出てきていたり、まあ、もちろんやられているんですが、今後、まあ、こちらの話が、こっちの程度がより良くなれば、こっちもより良くなっていくので、今後、発展、知見が深まっていくようになろうというふうに期待が見ています。で、ただ、このふうに、角度は不十分なんていうふうな書き方をしてしまうと、ネガティブな印象はあるかもしれないんですが、まあ、そうではなくて、まだまだこうやれる、なんていうか、まあやるところがたくさんあるんだぞっていうようなところなので、まあ、面白いところではあるのかなというふうに考えていたりします。で、まあ、こういうのが、まあ、一応まとめられていたりするのか、かなりざっくりなんですが、まとめられているんですが、ここですね、ここが、個人的エマニュエル先生はきっと話すだろうと思っていて、ここをちょっと重点的に考えていたんですけど、あまりというところなんですが、ちょうどの、AR5 の段階では、台風の発生頻度というのは将来変化しない、または減少するというようなことが言われています。だけど、最近その増加するよ、将来増加するということを指摘する研究とかも出ています。でそれが、まあエマニュエル先生の2013年の結果だったりします。で、何度も見せる必要ないんですけど、電球モデルでその将来実験を行って、台風の将来変化というのを見ているんですけれど、この中で今、こいつがその、エクスプリシットに台風をシミュレートしていると考えているモデルの結果となっています。なので、まあ台風があるので、そいつを、例えば、ウォームコアだったり風速だったりみたいな識値を用いて、直接台風を抽出することができます。だけど直接そういったことができなくてない場合は、領域モデル、電球モデルの結果をダウンスケーリング、領域モデルを持ってダウンスケーリングして台風を表現するというようなやり方をやったり、そうではなくて診断するというようなやり方があります。今言ったのをちょっとまとめると、
か、その最大風速っていうところから、台風を抽出して、まあ、調べていた、台風を抽出するという方法を、まあ、ダイレクトシミュレーションなんていうと言われたりします。で、2つ目、ダムスケーリング手法、気候モデル、流域モデルを使ってってことを言ったんですが、電気モデルの結果を、ダムスケーリングして、抽出するというようなやり方です。で、3つ目はレジンシスインデックス、ちょっとこれは今日はあまり紹介しないんですが、気候場から、台風の発生レジンシス、気候場からその台風の発生数を診断するというようなやり方があります。で、このダムスケーリングの方法で、エマニュエル先生の、2013年のペーパーが、まあ、台風はどうかということを言っております。で、ここダムスケーリングといっても、実はいろいろとやり方があって、この2つ目のカナダさんとこの手法は、ちょっとかなり違ったやり方となっています。ヌートロンやカナダさんのやり方とは違います。で、なので、こいつをちょっと、ここから紹介しようと思います。で、この手法自体は、多分というか、明日の話でも少し出てくるような話となります。で、まあ、これ何かというと、気候モデルの手法について、この台風の経路や強度を決定する手法、統計手法、ダムスケーリング手法を行っております。まあ、で、こういった図を紹介するんですが、すごくざっくりとした話なんですけれど、経路と強度を決定します。で、まあ、ただまず経路を決めていくんですが、経路はその環境場の風速とベータドリフトの効果で決まるっていうふうに仮定します。で、まあ、こんなふうに書きます。で、これベクトルで、わざわざ書かなくてもいいかもしれないんですが、ベクトルで決めていて、台風の移動速度は、850ヘクトパスカルの風速と、200ヘクトパスカルの風速のワット、これプラスですね、ワットそのベータドリフトの効果で南北方向にそれぞれ値を持つようなことを与えます。で、ちょっと後でその例で示すんですが、この数字は無視してくれて、これ移動速度というので移動速度を計算したら最初の位置が分かりますよねっていうことになります。で、まあ、これで経路が見つけることができると。で、ただですね、ここで U とか V っていう量がモデルの出力をそのまま使うわけではなくって、モデルの気候場から推計します。というのも、これが実は結構強力な手法が独特な手法かなと思っているんですが、風速の平均場とその分散から環境場の風速を決定します。で、この環境場の風速というのがさっき言っていた200ヘクトパスカル面と850ヘクトパスカル面の風速を示すというんですが、まあ、こんなふうに書くことができた、こんなふうに書きながら、こんなふうにできる、まあ、こっちが平均場で、こちらが分散です。分散に対して、分散にあとその、クリーキュー数をかけて、この中にそのランダム性を与えて、ランダム性を与えてるんですけど、これでその、なんていうかランダム性を与えて、移動速度を見るということをします。で、こいつを、こいつを使って、この例えば、ある一月の風速の変動というのが、ある場所の風速の変動というのを考えると、こんなふうに、とりあえずちょっとパラメータを適当に与えているんですが、そうすると、時間が経つところにこのような風速が変動するということが表現できます。こいつを用いて、これを他の、今はこれは250を示しているんですけど、他の風速成分を同じように扱うと。そうすることによって、台風の経路を決定することができると。で、この時に、強度は、経路が決まれば、環境場の、情報が、台風がある位置にとって その、環境場の状態が決まるので、その環境場から先ほどの CC とか FIX モデルを用いて、強度を決定することができる。で、例えばこれ、そのある一例の中、ここにポンと台風の卵を落とす。そうすると、環境場から、環境場じゃないや、月平均の風速だとか、その分散から移動方向をこのように決定して、こういうふうな移動する程度が作ることができる。そういうような、手法を用いていきます。で、肝心なところは、種を動いたら、そいつがどう移動するかというところを見ている。で、そいつが、台風の強度に発達するまで、台風の強度になるまで発達するかどうか、発生するかどうかというところに見てたりします。で、こいつを、ですね、
実際のベストトラックと比べたものがこちらとなっています。で、まあ、左右あるんですが、まあ、どちらがベストトラックでどっちが今のその手法を用いたかというのが分かりますかね。まあまあ、パッと見た感じはほとんどごちゃごちゃしててなってます。で、まあ、これただ機械的なのがここですね。これ、まあ、これはそんな大事じゃないんですけど、上の方はないですね。これは、まあ、ここでここから先はもう話題ってしたくからないんですけど、まあ、こっちがダウンスケーリング手法を用いて再解析のデータを入力として与えたときに作ったタイプのトラックで、こっちがベストトラックのから持ってきた実際のトラック、それほど大差はないような結果が得られているかなということが分かると思います。で、この手法の非常に嬉しいところはですね、月平均場のみから台風の経路や強度を、強度のそのトラックのデータを生成することができる。これって非常にありがたいことなんですね。例えば自分とかはもうダイレクトシミュレーションの結果をこうからデータ抽出してデータとかを作った台風の経路とかを抽出するんですが、コロナ東海モードになるともう何というか1年分計算をするので1週間ぐらいかかったりとか、その実際のシミュレーションの難易に時間がかかったりしてしまったりしまして、まあ、かなり面倒なんです。あと入力のデータを作るのも大変なんですが、まあ、これだったら月平均のデータをパッと作ってパッと入れればできてしまう、非常に便利なわけです。で、ただやっぱりデメリットもあって、まあ、いろいろと過程を置いておりますので、そういったところから不確実性は生まれてしまうということになります。なんですが、このようなことができると。で、こいつを使って、ですね、こいつを使って、その台風が将来どう変わるかということを、すみません、その前に、まず、環境板の強度を推定するって言ったんですが、こいつには、BI っていう話が出てきます。で、さっき、伊藤さんが話していたので、まあ、ちょっとまた、ディフィニッションが違う形なんですが、まあ、基本的には同じようなものを見てるって考えてください。さっきその、飽和のところに使っているようなケープになったりとか、この分母と分子という形になったりというのがあるんですが、基本的には同じように考えていくと思います。で、まあ、そういった、何を言いたかったかというと、まあ、強度を、まあ、そういうのを使って決めるんだよということを言いたかったことです。で、その今の手法を使って、CMIP5 のクライミットモデルのシミュレーションに今の手法を使って将来台風がどう変わるのかということをやっています。でも CMIP5 のモデルっていうのは900キロとかそれぐらいの解像度のモデルがあったりしますので、もちろん直接台風を見ることはできない。だけど環境下は得られるので、そこから、まあ、そのダウンスケーリングして、台風の将来変化を見ることができることができます。で、まあ、もういきなり結果なんですけれど、これ横軸といくつか の気候モデルを使って作っているんですが、将来台風の横軸に、年代が10年ごとに平均で書いてるんですが、年代が書いてます。縦軸に数が書いてあります。で、現在は大体この80から85ぐらいが年間の発生数で、それとも同じ程度になっているんですが、将来的にはこれが増加していく、かなり増加率としては 20% から 30% ぐらい増加していると思いますので、かなり大きな効果が見られるのかなと考えられます。で、まあ、こういったところは実はそれまで減少するとか変化しないというところとかなり違った結果となっているというふうに考えられます。で、もちろん強度を増えて、数が増えているし、SST は増加しておりますので、強度はこんなふうに強度は増加しています。で、ここで強度は横軸の方に強度、縦軸に強度を取っているんですが、強度の増加を作るというのが受け取れます。ここで強度なんですが、この言葉は結構出てくると思うんですが、パワーディスペーションインデックスというものをおそらくたくさん明日の話で出てくるかなというふうに思います。で、これ何かっていうと、こういうこのような、風速最大風速の参照のを積算したもので定義された、こんなもので定義されたんです。で、これでその台風 のポテンシャルデストラクティビを表現するものとして扱われています。で、これ似た量としまして、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、アキュミレーティック・サイコン・エナジーという ACE というインデックスがあります。で、こっちは2乗の、風速の2乗を積分したものと思ってます。この2つがあるんですが、ちょっとなんで2つあるのかというのは、いまいち
自分で理解できていないんですけれど、おそらくなんですが、この山上の方はより被害との相関というか比例する関係が強いから、こちらがデストラクティブのポテンシャルとして使われているのかなというふうに考えます。で、こいつを使ってですね、現在将来の、こいつを使って今のユースの設定のこの PDI が、現在これ最近の話なんですけれど、増加していってる傾向があって、こいつは SSD とよく相関しているというようなことが見せたりもしますかなり出てきたで、ご質問したんですが、こういったこともやられてたりします。で、やっぱりですね、だいぶ早く進んでしまったんで、一応ここまでです。なんていうか話を載せてきたんですが、今その、ダウンスケーリング手法と、ダイレクトシミュレーションっていうやり方があるよってことを言っていたんですが、これ、同じモデルにやったらどうなるんだろうかというところがちょっと気になるかなと思うかと思います。で、これ実はですね、昔、エマニュエル先生に、僕らの実験の結果を出して試してもらったことがあるので、それとちょっと最後に紹介します。では、これ、すごい赤い、これ上と下あるんですが、上は現在気候実験、下は将来気候実験になります。で、赤、ちょっと非常に見づらくて申し訳ないんですが、青い点がダイレクトシミュレーションで抽出した台風の、発生した位置となってて、で、赤がそれにダウンスケーリング手法を用いて調べる、5000個の種をまいているので、こんな風にすごくたくさんの台風が飛んでいます。で、温暖化するとメディケーンといわれるように地中海とかにも発生するというような結果になっていたりします。この数がこうパーッと変わってしまうのは種の数の違いっていうところもあるかもしれないんですが、このような違いがあります。で、肝心なところは将来どう変化するのかっていうところかと思うんですが、そいつがここで実は違っていてですね、これ横ではね、縦軸に台風の年間発生数の将来現在で書いています。で、青いのが青系で書かれているのが現在で、赤系が将来示しています。で、これ解剖にいくつか分けて書いています。で、濃い青とか赤で書いている方は将来減少するというか、どこの解剖にも予想するのか、ここは違うけれど、青い方はそういう傾向に出ているかと思います。ここで、ダウンスケーリングの手法を使うとこのふうに増えるという結果が出てくれて、この違いってかなり大きいのではないかなというふうに考えていたりします。で、ちょっとさっきたくさんもっと点いっぱいあっても移動しておくかと同じぐらいのことで思われるかもしれないんですが、それはただ機械化しているだけなのであまり意味はないです。今はこんなことをやっていたりします。で、とりあえず以上なんですけれども、何かご質問とかありますでしょうか。ありがとうございます。台風の数の話はいろんな方がいろんなコメントがあると思うんですけれども、まずこの種の数が、将来気候でも最もらしいだろうかというところはどうでしょうか。ここでかなり気になっているところだと思います。方法論のところで確認したいんですけど、分かってないので忘れてほしいんですけど、そのダウンスケーリングの方法でその月平均場から進路と、その後環境場を使って強度を作るっていうことだったんですけど、そのダウンスケーリングの方法で位置、発生数もカウントするんですか。最初に与える種としては台風の強度に発達してないやつを与えるんですね。で、そいつがその経路に沿って移動していくときに、その強度に、台風の強度に達するかどうかで、そいつが台風になるかどうかというのを見ていたりします。この5個ぐらい前のスライドで、そのエマニュエルさんの論文で、台風、これですね、台風の数が増えるっていうふうに言ったのは、はい、これはこれも、だから実際には、ちょっと、この時、種は現在の将来と同じ数を与えてはいるんですが、おそらくこいつが現在の方だと発達
しなかったってことなのかな。これもじゃあダウンスケールの結果で種を与えてそれが発達するか発達しないかをカウントしてるってこと。そういうこと。であの一応なんていうかあのこういう言い方をするとダウンスケールのやり方は良くないと言っているようなふうに取られてしまうかもしれないですが、それが必ずしもあのダウンスケールだけが良くないぞっていうわけじゃなくて、実はこっちの方だってもちろんあの問題はあります。でそれはですね、あの台風を直接抽出するやり方だっていろいろとやり方があるわけです。例えばシーズだったり何だったりいろいろあって、とこれはあの実際やった割と最近やっていたものなんですけれど、違う手法を同じ結果に使うと結構実は倍近く数が変わってしまったりする。これはもちろんあの敷地をいじる、敷地をいじると結構変わってしまうところではあるんですが、こういったところにはかなりまだ確率ではあると思います。逆にあの粗いモデルで数多いんですけど、これだと多いんですけど、あのそれとあの一体何を見てるのかというところはよくわからないんじゃないかなというふうに思ったりして、これをきちんとあの見る必要があるのだというふうに。でもそれってその現在気候実験で、現在の気候に合うように、現在の気候の台風の数に合うように敷地を決めてあげれば、まあ一応その敷地を使って将来変化を見るっていうので一応納得はできると思うんですけど、はい、こんなやり方を。こっちはいつも自分たちが使っているやつなんですね。で、まあ、14キロの結果だとかなり感触はある。だけど、まあ、解像度違うものがちょっと違うんですが、そいつを同じものを、テンペストエクスプリームと言われる手法があるんですけれど、まあ、そいつに、これかなり実は自由度が高いので、いろいろといじる必要があるんですが、そいつにその、あるグループが、有形ネットオフィスのグループが使っている基地をそのまま入ってあげると、かなり倍とか、3倍近く。かなり感度が差があるんだなというのがちょっと驚いたんですが、ちょっとまあ、それはよくありましたが、このことを出ています。でその話を聞くと、そのダウンスケーリングの方法でも、まあ、種を与えて台風になるかならないかを決めるということなんですけど、だから種を与えて現在気候実験では現在の台風の数に合うようになってほしいと思うんですけど、はい、その辺まあ、なんか多分うまくやって現在の気候に合うように種を与えてるっていう感じなんですか。はい、そうです。あのちょっと申し上げるのもあります。これあの現在が合うようにしてるのはそれに合うようにチューニングしてるからということを考えているかもしれないです。ダウンスケーリングとダイレクトシミュレーションで傾向が違うっていうスライドがあったかと思うんですけど、多分今日の午後は杉さんとエマニュエルのバトルが見られると思います。明日の午後ですか。
これはコミュニティの中ではどういうふうに理解され、そのCDMに関してディフェンスとしては変わるのかなってCDMは大体の結果を考えるそういったものになってるCDMの数にあまり影響しないっていうものがあってそれはかなりこれ自体はかなりざっくりだと思うので、いや、やった実験データを入れて、パッとやってみたらいいと思います。僕が主張するのは、高解像度でもまだまだ解像度足りないそうですね。例えば杉さんとかからコメントが欲しいんですけど、ダウン、あれはどう解釈したらいいのか。ダウンスケーリングだと台風の数増えてダイレクトシミュレーションだとまあ減るっていうことなんですけど、ね、現在実験と将来実験で与える種の数が同じっていうのがおかしい、その値が間違ってるっていうのが私の意見最初の状態すでにそれなりの人数は大きいですよ。
なんかそこの CD のところにその、なんだっけ、そのかき混ぜ効果が入ってくるんですけど、雨で淡水化して、海の中の水の性質が変わるという話もあるよね、あっていいよねという。うん、それは、なんかと関係なく、その話は分かるんですけど、はい、温暖化と絡むときに、雨の量が増えるってこと、別な意味があるのかって、はい、そうですね、はい、多分淡水化で台風強くなるは10年ぐらい前からもあるんですけど、温暖化したときに今篠田さんおっしゃったように雨の量が増えるので淡水化がもっと増えてっていう、まあ、それは個人としてはそこまでないんじゃないかなと想像するんですけど、分かんない、定量的に少しはあるんです。これです、台風の影響です、降水が増えるってそのフレッシュ、あの今のフレッシュウォーターの水温っていうのは、どういうの、台風の、 その雨、降ってくる雨の水温によって依存すると思うんですけど、地球温度とか降ろしてきて、だからかなり低い水温の、雨の水温結構低いと思うんですけど、それによるその水、あのそれが敷き詰められたというような過程で水温の水温の値に定義してるんです。それはそういうことです。海の方がやっぱりマスコマジョリーでかすに多分、まあただそこまでも怪しいんじゃないですか。ちゃんと回ってくれると、じゃあそこの方はちょっとどうかな、さっき聞いてどうかなと。基本的にでも海洋表層の混合層が50メートルとか、まあ台風が来てると思うんですが、70、80メートルの厚さを持っているとすると、雨量っていうのはなかなか、ね、100ミリ分でも、はい、なのでそこと比べここ混ざるというのを考えると、その雨水に伴う温度低下というのはそんなでもないかなというのが印象なんですけど、ありがとうございます。他にどなたか、何でも面白いのかな。今日はちょっと早いですか、よろしいですか。はい、じゃあ山本さんありがとうございます。